ちは、あやかです。今日は因島と生口島にサイクリングに行ってきます。この2つの島はしまなみ海道っていうサイクリングロードの途中にある島で、私もしまなみは今年2回、いや3回目に今回なるんですけど、そのぐらい何回も行くぐらい大好きな、サイクリングロードなので、とっても今日は楽しみです。では行ってきます。乗り場から乗るみたいです。海鮮丼食べてエネルギーチャージもできたので、早速漕いでいこうかなと思います。行ってきます。すごい斜度 14% の激坂なので、さすがに歩いていきます。大山神社到着しました。
ゃ見晴らしいですね。鈴鳴らしてください。リレーに拍手。お願い事して一礼。宮川大輔さんが乗った自転車だそうです。ちょっとだいぶ大山神社で長居してしまったので、時間がやばいので急ぎます。まだもうちょっと坂がありました。やった、やっと着いた。着きました。日が暮れる前には島を出たい。ちょっと急ぎます。少し坂を登って橋を渡ります。頑張ります。あと少しです。これからこの橋を渡って次の島、生口島に行きます。
本当に迷っちゃうので、時間だけは本当に時間だけで頑張ってほしいです。これが今渡ってきた口橋ですね。でここから、瀬戸田方面に行って港にゴールです。島ごと美術館を作って、島のあちこちにアート作品が点在してるっていう情報を得たんですけど、今まで島なのに基地を見つけたことが一度もなくって、それを探しつつ、港を目指しつつ、見つけるといいな。これだ、やった、イエーイ、発見、島ごと美術館近くです。1個でお願いします。はい。どうしても来たかったのは、この岡本商店さんのコロッケです。いただきます。船には間に合いませんでした。空いてるお店を探してブラブラします。もともと乗る予定だったのが4時45分で、次が5時40分なので約1時間待つことになりました。商店街をブラブラしてきます。
原に帰ってきました。これで因島生口島サイクリング無事かわかんないけど、まあなんとか帰ってくることはできました。すごいいろいろトラブルとかもあったんですけど、ある人みんな優しくて、また心が洗われたサイクリングでした。やっぱりサイクリング好きだなって思いました。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらまた次の動画も見てください。またねー。